ということで、本日はこちら、後楽園、小石川ですか？そうです、小石川ですね、後楽園のすぐ近くです。すぐ近くで、はい、こちらのお名前は？はい、ハイパフォーマンスラボです。瀬野幸太郎です、よろしくお願いします。そしてはい、株式会社シンデレラストーリー遠藤優子です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてスーパーストレッチングマシーンの私です、よろしくお願いします。はい、高橋浩二先生です。今いろんな施術方法出てますからね、はい、例えば施術ってもうストレッチを批判する団体とかもありますもんね、はい、なんか伸ばしちゃいけないと、はい、伸ばすと体を痛めるみたいな、はい、どういうふうに思います、そのあたりは。もうタウトニングと、はい、タウトニングはそのストレッチの、必要ないという団体なので、実際ご自身の感覚としてやっぱストレッチはぶっちゃけどうですか？ストレッチは施術では使ってないんですね。あ、そうなんですね、はい、ストレッチないよね。ないです。はい、なんか遠藤先生最近タウトニングの資格を取りながら。そうなの、みんなタウトニング知ってるかい？これから広まっていくんでちょっとだけ説明すると、まあ、ストレッチはいらないよっていうようなのが、まあ、大前提なんですけども、ピンと張るっていうのが、まあ、タウトっていうんですけど、それ以上引き伸ばすのがストレッチっていうから、ピンと張るとこまではすごくいいんだけど、それ以上やっちゃうと体を痛めちゃうことがあるよっていうのを、まあ提唱している協会になってるんですよね。はい、WBC インスティテュートで一般社団です。ですね、はい、プロレスの団体みたいな、ちょっとそんな話になりますけどね。WBC だから野球なのみたいな、はい、いろんな語弊があるね。そうですね、ワールドボディコンディショニング。そうそうそう、ワールドボディコンディショニング、はい、いい響きですね、うん、ありがとうございます。はい、佐野さんとこは？私はハイパフォーマンスメソッドっていうのをやってまして。それは何ですか？あ、そうですね、まあ、体のハイパフォーマンスを研究してるってことですね、基本的には。で、どうすれば体のパフォーマンスが上がるのかっていうのを、うん、やっぱ日々研究して、それを実践してる機関でもあります。パフォーマンスって例えばどんなことがあるんですか？まあ、そうですね、やっぱり自分の体が調子悪くなってしまうメカニズムってあるじゃないですか、うん、それをマイナスとかインっていうふうに例えるとすると、うん、体が元気になって活性化するっていうのをプラス、陽として例えるじゃないですか、うん、それを、プラスの習慣をいかに増やせるかっていう、うん、ところでやっていますね、はい、なのでアプローチ方法かなりいっぱいあるんですよ、うん、なので、まあ、施術、まあ、時にはストレッチみたいなのも使えますね、うん、はい、だけど、まあ、ストレッチやりすぎちゃうと体痛めるのはよくわかっているので、うん、そんなに無理なストレッチは絶対しないですね、うん、しかし体が一番可動域がちょうどニュートラルな状態になるところにやっぱりタイトになりすぎちゃってるところもありますので、まあ、ちょうどニュートラルに来るようにストレッチみたいな手技も入れたりする時もありますし、うん、あとは炭酸のミストに、なんていうんですか、ホルミシスって分かりますか？うん、聞いたことある。低放射線が出てる、うん、ホルミシスのシートが入っていて、磁石でそのホルミシスの影響をこう拡散するシートがあるんですよ、うん、でそこでマイナスイオンが高濃度で発生する、うん、ちょっとシートをお水の中に入れていて、でそれを炭酸ミストで吹きかけて、うん、まあ、体の可動域を調整したりとか。すごいね。じゃあ何、例えば痛くて動かせないとかいう部分でも、まあ、触ってほしくないみたいなところでも大丈夫だよってこと？そうですね、全く揉んだり押したりとか、うん、引っ張ったりとか、うん、まあ、ほぼほぼ触らないで施術を完結することもできます、うん、やっぱり満足度が全然ないので、まあね、やはりそこにプラスアルファでちょっとトリートメントの手技が加わったりとか、うん、揉むようなアプローチ、うん、ちょっとこう体を動かしたりストレッチを入れるような、うん、動作っていうのは含まれてきますね。だから希望があればっていう形で、希望がなければそのまんまもう、うん、なんかあれだよね、お客さんからするとうちもそうだけど、やってもらった感が欲しいね。だからタウトニングの施術時間本当にめっちゃ短いんですけど、ね、やって終わりみたいになっちゃうところがあるね。そうですね、だから、はい、エステとかだと、まあ、私エステティシャンなんですけど、エステとかだとやっぱ長い時間やってほしいとか、整体で多いのはもっと強くやって強くやってみたいなので、じゃあって言ってやりすぎちゃってたりとかするのは少しなんか、うん、お客さんの求めてるものとこっちが本当に提供したいものと正しい理論と違うようなところがあったりしますよね。ありますね、すごいあります、うん、はい、やっぱりそこをうまく
こう調和が取れたら理想的だなと思っていて、うん、まあ、現場で施術をしながら、うん、そのちょうど調和が取れた状態を今目指してやっている状態ですね。うん、そうなのね。なんか結局触ってほしいんだよね。うん、触ってほしいの。エステなんかもう、ま、マジでそうだった、ね。うん、何ができるって結局そのリンパをトリートメントするってことによって全部良くなることは絶対ないし、はい、だけどやっぱり触れてほしいとか、その温度でリラックスができるっていう感覚を持つのは確かにあるので。ありますね。面白いね。はい、面白いですね。うん、まあ、体のこう機能を活性化できたらやっぱり、うん、朝起きてあだるいなっていうのも減ってきますし、うん、施術だけではやっぱ足りてない部分もあるので、まあ、施術ではなくても自分でエクササイズしたりとか、うん、セルフケアをすることによってそういったパフォーマンスが上がってる状態っていうのは結構維持できるので、まあ、施術プラス自分でのケアっていうところがやっぱり一番私は重要視しているポイントですね。結局そうなんですよね。施術タートニングもそうだし、エステもそうだし、多分ヨガとかでもそうなんですけど、はい、何でもそうなんだけど、やってもらったら治るとか、やってもらったら良くなるわけじゃないみたいな。ですね。あくまでいい状態に、ね、うん、するから、これをどう維持してもらうかみたいなのが大事。本当その通りだと思います。タートニングも結局いいところは、そのうちらも施術をすることもあるんだけどもね、お家でできるやり方とか、すぐリセットできるやつがあるんですよね。はい、まあ、術者がやる技術を100としたら、それは次に来院するまでの期間でいろいろ関節の負担がかかると下がっていくものを自分でケアすることで、8とか7とかのレベルで抑えていられるっていうのが、大事なんですけど、それにセルフケアのね、関節の技術ですとか、皮膚の技術ですとかがあるので、そのセルフでできるコンディショニングっていうのが大きく皆さんに広げている活動の柱になっています。はい、大事ですよね。はい、怪我したり病気したりとかして、じゃあ最終的に治すの誰なのって、うん、自分しかいないですからね。うん、自己治癒力を高めていくっていうところで言っていくと、やっぱり自分でのケアっていうのが、うん、まあ、他力も自力も合わさって加速していくっていうことですね。完全に他力だけでもダメですし、うん、自力だけでもやっぱり補いきれないことってありますからね。うん、なんか正しい知識ちゃんと教わって、それをお家でやりつつ、まあ、どうですかとか、良い良くないとかをまた見てもらいに来たりとかするのが一番いい状態が保てるんだろうなっていうのはありますね。ですね。体のケアとか結構されてますか？全然してないの、どうしよう。お忙しそうですもんね。そうなんですよ。とか言って私結構ほったらかしなの で、 そうです、最近ですね、してます、してます、してます。あ、してしょっちゅう。あ、びっくりした。しててその体なのかと思う。あ、お腹のこと。ダイエットは専門外ですもんね。はい、専門外です。専門外、はい、ある程度蓄えてた方が健康なんですね。そうですね。だから一番寿命長いのはこぼっちゃいみたいなぐらいがベスト。優しい。本当に本当に本当そうか。こぼっちゃいちょっと振り切ってます。大事ですよ、やっぱり。でちょっと名人、あだ名名人なんですけど、名人ごとなんですけど、とりあえず辛いのはやめたんだよね。辛いのやめました。辛いのは結構負担かかりますからね。そう、すごいふざけた話で申し訳ないんですけど、みんなに話す意味あるかわかんないんですけど、メイジーさん辛いのは好きなんですよ。で、体重100キロ超えてて、辛いので年齢が50を回ってるんですよ。ものすごい辛いの好きで、何やったんだっけ、めっちゃ辛いのかけて食べたら、はい、数秒後に心臓がそうそう、心臓が苦しくなって息ができなくなるみたいな。そう、デスソースってやつね。あ、ありますね。そうそう、しかもそれ罰ゲームとかで。しかもそれ1回じゃなくて何回かやってんから、やめろって言う。全然健康できてない。ね、ちゃんと先生から言われてやめました。素晴らしい。やっぱそのね、先生の意見って大きいですね。大きいですね。やめた方がいい。はい、やめましたんで。そうそう、そんなちっちゃい習慣を変えることからですよね。本当、本当その通りだと思います。はい、うん、まさにそのマイナスの要素ですよね。うん、体を痛めてしまう。しかもいらないからね、完全にそんな。デスソース人生にいらないですからね。ちょうどいいぐらいの辛さだったら、こう、か、ね、体心とか入って。ね、かーってあったかくなっていいけどね。健康効果も高まりそうですよね。行き過ぎちゃうとやっぱり毒になりますよね。なんでもそう。心臓止まるから。心臓止まる。あ、これ死ぬんだっていうのをちょっとね、こう、ちらっとよぎる。良くないです。良くないですね。はい、心臓止まるっていうのでちょっと思い出したんですけど、はい、私結構去年ぐらいすっごく忙しくて、はい、もうなんかバタ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 いろいろやってたんですよ。
で忙しいとやっぱちょっと自分のこう力とか集中力を維持したいんで、うん、こうモンスターってこう あったりあのエナジードリンクとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、はいはい、まさにエナジードリンクですね、うん、をめちゃめちゃ飲みまくってたんですよ。良くないじゃないですか。で、あのこうやって動画撮ったりとかして、うん、講座の収録とかするじゃないですか。でその時とかもやっぱ気合い入れたいんで、うん、もう2本ぐらいガー飲んでからこう収録したりとかしたんですよ、うん、でその日まあ、終わってお風呂入って湯船に浸かった瞬間に心臓が不整脈のすごいのが出ちゃって、おおビクンビクンとかなっちゃってあの心臓止まるかと思いましたね。あれも結構危ないですね。危ないですね。それからもう一切やめてるんですけど。危ない。何ですか君たち、全然ダメじゃん。いやそれに比べる私まだマシですね。まだマシです。あのちょっと寝れないなとかがあるぐらいなんで。あ、そうですか。え、なんで寝れないんですか。え、なんだろう、デリケートなんて、こうしすぎてみたいな。寝れないってことなんてない。考えちゃって、うん。でも寝ない方がいいですよ。あ、そうなんですか。うん、寝なくて全然大丈夫です。本当？どのぐらい？そう、ちょっとね、関係ないでここで聞いていいですか。どのぐらい寝れば、まあ、質にもよるっていうのはあるんですけど、大丈夫？全然大丈夫だと思います。本当？なんか聞いた話によると、寝れない人は目つぶってるだけでもう睡眠効果実際あるよみたいな。あ、そうなんだ。じゃあみんなもう寝ないで仕事しろ。私も大丈夫だね。全然大丈夫。そんなエジソンは4時間寝れば大丈夫って言ってて、竹井壮は45分しか寝ないじゃないですか。なんとかなる。なんそうじゃん、その、なんだろう、あ、なんか具合悪くなってきたらやっぱ寝た方がいいのはあるんですけど、いけるなっていう時は、まあ1時間半をずっととかだときついかもしれないですけど、まあ自分の体調を見つつですよね。ですね。あのちょっとしたこう、仮眠みたいのをこまめに取ると、うん、いいですね。頭がリフレッシュできるので、はい、そうらしいよ。あ、かといって急に寝なくなって具合悪くなったとか言われても別に責任は取らないですよ。あのどうしてもこれってホメオスタシスなんですよ、うん、自分がずっとそういう生活してたらもうそこで、うんうん、あのもう固定してリズムっていうのは刻まれてるので、うんうん、やっぱ体内時計にやっぱり逆らっちゃうとそれは体おかしくなるんですよ、うん、だけどそれをやっぱりこう環境の変化とかで一気にガラッと変えたりとかして、うん、で1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月って、まあ、あのクリアしていくともうそれが当たり前になるので、うん、そうするともうあの3時間、4時間寝たらちょっと寝すぎだなとか、うん、もうその睡眠時間でも慣れてくるので、ちょっとわかる、はい、時差ボケもそうじゃないですか、うん、いきなり海外に行ってあの太陽が全然自分 の、うん、あの体内時計と違う時間にドーンって出てきて、うん、ドーンって沈むわけなんで、うん、もうびっくりしちゃってストレスが起こる、うん、ダイエットもリバウンドするのもそうだし、うん、施術もそうですよね。ずっと肩凝ってた人が肩こりいきなりほぐれちゃったらもうそれはホメオスタシス働くので、うん、とんでもないストレスなわけですよね、うん、なのでそんなに取れちゃったらおかしいでしょう。そうです。だからすぐに戻そうとしてしまって。あ、そうですよね、はい、だからやっぱりちょっとずつちょっとずつやっていくのが一番、私はその人間の脳のホメオスタシスをやっぱりあんまり覆さないで、うん、ストレスはやっぱりホメオスタシスを覆してしまうとストレスがかかっちゃいますので、うん、まあ、うまいことだましだましやっていくのが一番理想かなとは最近思ってますね。ゆっくりこの綺麗にやっていった方が最終的にこの状態を維持できるみたいなね。そうなんですよね。ソフトランディングとか、なんかドカーンドカーンってやってるほどいろいろきついですよね。精神的にもきついし体もきっとやっぱ負担かかるので、だからなんかすごいダイエット成功したよっていう人で亡くなっちゃったりとか、急にね走った人とかすごい体壊したりとかするじゃないですか。はい、あれは気をつけた方がいいですね。急に走って亡くなる人ってあれ結構あの分かるんですけど、なんか人間も動物もそうみたいなんですけど、あの心拍数って決まってるんですよね。なのでやっぱり心拍数上げる動きしちゃうとやっぱり寿命短くなるってことなので、あんまりこう心拍数上げるのもどうなのかなっていうのはちょっと最近思いますね。上げすぎの人ってよくないよね。スポーツ選手とか結構いろいろかわいそうな部分があるなと思って、あれもあれで慣れてたらまだいい。あんまりこう心拍数上げずにこうパフォーマンス上げることがもう訓練でできるようになるみたいですね、うんうん、一般の人は急にそんななんかやるのはやめた方がいいぞってことだね。ですね、うんうん、やめた方がいいと思います。死んじゃう。でもこうある意味その苦行に耐えて、その自分の自分のその領域をこう突破してあの成功される人もいっぱいいるって言いますよね、うん、収入の面もやっぱり多分あると思うんですよ、ホメオスタシスって、うん、自分が例えば月収50万とかだとするじゃないですか、うんうん、じゃあ月収50万円の生活をずっとしてると、うん、やっぱり100万いきなり稼いじゃったりとか宝くじ当たっちゃったりすると、うん、それもホメオスタシスが崩れちゃうので、うん、散財しちゃったりするじゃないですか。そこわけわかんなくなっちゃうのね。でもいた、いわゆる送り人っていう方、友達がいて、そうすると多分、はい、
普通の生活をしててビットコインを始めてバーンって上がって多分数十億入ったのね。すごいですね、数十億。怖くて寝れませんでしたって言って、もう怖くてわけわかんないみたいな。でもそれ今慣れて普通にご商売と上手に運用してるんですけど、最初の時もすごいわけわかんない、すごいとんでもないストレスですよね。とんでもない、びっくり、わけわかんないですよね。だってどうしていいかもわかんないし、わかんないですよね。なんだこれみたいな、なんだこれですよ、ね、なんだこのお金どうすんの。面白い、専門褒めホスタシス、褒めホスタシス、褒めホスタシスなんですね、はい、褒めホスタシス。名人も急に痩せちゃダメだね。うん、気をつける。1キロずつこう削っていけば、そうそうそう、10ヶ月で10キロ痩せるぐらいちょうどいい。なるほどね。でもまだ90キロぐらい残ってるからね、うん、まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ大丈夫。で、さっきの脳の話で、うん、先生の治療、施術の名前がなんか脳の名前がついてませんでした。あ、脳神経生態、皮膚と脳ってもともと受精卵の時って同じなんですよ、うんうんうん、外胚葉、内胚葉、中胚葉ってあって、でそれがこう、なんですか、こう細胞分裂を繰り返して内臓になったり骨になったりとかしていくんですけども、うん、もう皮膚と脳っていうのはもともと同じ器官が細胞分裂していって、構成されてるんですよ。なので足裏の反射療法ってあるじゃないですか、うん、実は足裏だけじゃなくて手のひらにもありますし、うん、耳にもありますし、うん、言ってみれば全身にその反射っていうのがあるんですよ、うん、はい。で、まあ、経絡、経血、まあ、ツボの概念も結構反射とこうリンクしてたりとか、まあ、言ってみればこう体のハイパフォーマンスのスイッチがあるわけですよね、うん、でそのスイッチにアプローチするっていう方法ですね。すごい。その今までのリフレクソロジーと名前をこう変えたっていうのは何が違くてそうになったんですか。そうですね、まあ、リフレクソロジーだけじゃないよなっていうのもやっぱ概念としてありまして、まあ、皆さんが一般的に知ってるのがやっぱりそのリフレクソロジーという概念なので、反射療法っていうところなので、こうイメージしやすいかなと思うんですよ。でもそういうなんかやっぱ今までにないこうアプローチなので、やっぱりこうなんていうんですかね、こう言葉として表現するのはやっぱり難しいっていうのはやっぱりありますね。特別なものを使ったりとかありますか。そうですね、特別なものを使います。おお、それは気になりますね。それは言っていいやつですか。それは内緒なんですよ、実は。あ、怖い。これは、ね、受けた人しかわからない。なるほど。受けに来てください。はい、来てください。まあ、その簡単に言うと、うん、まあ、ちょっと手品みたいなことになるんですけども、うん、まあ、そのポイントのところに、まあ、あることをやると、もう体がこう活性化しちゃうんですよ。おお、そのスイッチのところに、そうですね、でもあることをするんですね。そうなんですよ。そう、反応が出る人とやっぱり出にくい方がいますね、はいはいはい、皆さん大体出るんですけども、はいはいはい、そう感じにくい方、はい、どんな人が感じやすいとか感じにくいとかあるんですか。もうそれはやっぱり体の自己治癒力ですね、うん、そこがすごく高い人はすぐに反応が出ます。なるほど、はい、で自己治癒力がもう良すぎてパーフェクトな人だとやっぱりもう体がいいので反応が出てないような感じがすることもあるのかなと思います。もともとの状態が良すぎて。そうですね、あるスポーツ選手の方を施術させていただいたとき、その方はもう日本でトップの、うん、まあ、アスリートなんですけど、その方はちょっと反応が出なかったですね、あんまり、うん、はい、状態がいい状態、状態がものすごいいい状態でした。すごい、じゃあいいコンディションを保ててるっていうことなんか、はい、でまた別のアスリートの方、例えばその何ていうんですか、結構体を酷使されてる人とかはかなり反応が出ましたね、うん、はい、もうやっぱりダメージを受けてるので、うん、ダメージを受けてる時とかはやっぱり反応が分かりやすいですね、うん、はい、すごい。よくね、プロレスとか、うん、柔道とか、うん、あとコンタクトスポーツ、人にぶつかり合ったりとか、はい、痛い思いをこう耐えてやるようなやつだと、うん、まあ、感受性って変わるんですね、うん、同じ施術を受けてても、はいはい、スポーツでもそういうようなことがないような、こう陸上とか水泳とか、うん、人にぶつかる触れることのない人たちとちょっと感覚がすごい違ってたりする場合があります。確かに同じスポーツだけどだいぶ違うね。そうですね、違いますね。名人あれだね、柔道やってたんだっけ。剣道です。あ、剣道ですね。柔道でしょ、どう考えても。あ、見た目がってことですか。フォルムで、ね、ダメでしょ、剣道とか。何段ですかって言われて、ね、剣道で3段ですって言っても時間が経つとなぜか黒帯に話してくれる。脳神経生態でいいんですか。まあ、基本は私はハイパフォーマンスってところでやってるので、うん、まあ、脳神経生態はもう あくまで、まあ、一つ そのアプローチの切り口にしか過ぎないので、うん、はい、他にもたくさんあるので、ね、アプローチ方法が、はい、まあ、その技の一つっていうふうに認識していただければ、はい、すごいね、名前かっこいい。ね、いくつものものがこういろいろギュッと
集まってその人を1回セッションという呼ぶんですかね、施術的ですね。そうですね、ワン、はい、セッションでいろんなアプローチをしますするということなんです。それはここで受けれる、はい、ここでやるか、もしくはまあ外でもできますので、うん、例えばプロボクサーの方とか試合の前とかに、うん、まあ、うち後楽園なので、後楽園ホールすぐ近くなので、うん、もうダッシュで応援しに行って、でちょうど控え室でグロ、なんですか、バンテージ巻く前とかにバーって調整させていただいて、うん、試合に挑んでいただくとか。すごい。それはもう本当に外でできる施術に特化しているので。早いの？もうすぐし、もう、商用、まあ、ポイント、ワンポイント狙うんだったら、もう1分はかからないですね。はい。素晴らしいやつって短時間だよね、結局。短時間で終わらせます。うん、はい。そう、さあ、すごい、もう、腕がいい人は、早いよね。早いと思います。はい。無駄がないから。無駄がないです。すごい。早いと、やっぱり、こういうサロン業務をやってると、うん、やっぱり、そういう、やってもらえるって、なんかたっぷりやってもらえるっていう、60分コースにワクワクしてきたのにみたいな。そうなんですよね。1分ってなんだよみたいになっちゃうね。そうそう。でもまあ必要なのは1分なんだけど。そうなんです。だから揉んだり押したりほぐしたり。ちょっと一応やるよって。そうですね。やって、でそれでどうですか体の状態はっていうと、あ、まだちょっとこの辺残ってます、じゃあ少しお時間いただいてもいいですかって1分ぐらいパパってやって、あ、痛みがなくなりましたっていうようなことが、実はこっちが見えるよっていうね。そうですね。素晴らしい。それを今日は体験、そうですね、もしよかったら先生も体験していってください。そうなんです、はい、今日は遠藤それを体験させていただきます。次の動画でって感じかな。次の動画で、はい、次の動画でお会いしましょう。またね。